はい、こんにちは、ラグバです。12月28日、ただいま10時36分でございます。逆光でごめんなさい。今ですね、私は中原街道を南台の方面に向かって歩いています。こっちですね、こんな感じで。私が南台に行く場合って、ブックオフにね、物を売りに行くことが多いわけ。今日もね、なんかこういう、なんつったらいいのかな、なんかね、スイッチとか任天堂スイッチライト、あとなんかカメラとかレンズとかいっぱい あって、よいしょ、売って査定してる間、時間が多分ね1時間ぐらいかかるから、その間にちょっとね気になってるところがあって、瀬谷の地区センター、瀬谷センター、なんかあの建物ってさ、なんかすごくレンガでさ、なんか壁が囲まれてさ、なんか可愛いなって思ってて、で、ね、今日はね多分休館日なんだ、もう来年のなんか5日ぐらいまで休みだと思うんだけど、中は入れないんだけど、まあどの道ね、中はどうせ撮影なんかできっこないから、まあその建物をちょっと見たり、その周辺をリポートしてみたいと思います。じゃあちょっと追っ払ってくるので、しばらくお待ちください。さよなら。今売ってきました。査定中です。どれくらいかな、まあ最後にねいくらになったかご報告しますね。そして今セアセンターの方に向かって歩いてます。ちょうどブックオフの脇道入ってって、まあ厚い街道に出る道だね、ショートカットだね、向かってます。今この辺はそれこそ南台なのかな、とにかく南台と橋戸の境目ぐらいのところに今います。で今厚い街道出てきた。それでこっちが南台方面、オリンピックとかある方だな。で、あれがセアセンター、見える、セアセンターね。で、なんかあの裏にさ公園あるよね、ちょっと公園とか行ってみたり、ちょっとこのセアセンターをまあお城と見立てて、この周り城下町的にな扱いでちょっと回ってみたいと思います。内部に侵入します。おー、初めて入った。あ、これ公園とつながってんだね。おー、すげー。おー、かわいい。これは何？なんかモニュメントみたいなのがあって、傷だらけだな。なんでこんな傷だらけなの、これ。めっちゃ傷だらけじゃん。なんか書いてない、あ、書いてある、星座のオベリスク、どれ、これのことだよね。こうなってんだ、下からしか見たことなかった。あの階段から上がってきて、この階段につながってんのか。あー、すごい、なんかおしゃれだな。
なんかね、あれみたいだね、なんかもう自由に使えるさ、お部屋を貸してくれるみたい。あとなんか2階 ?3 階だからなんかわかんないけど、なんかスポーツ的な、なんか卓球ができたりとか、なんかそういう運動系のちょっと広いところも借りられたりとか、あとなんか図書館みたいなのもあるみたいね。地区センター、瀬谷の地区センター、あとアクアにあったりとか、中屋敷にもあるね。だいたい同じようなところことができる場所みたいなんだけど、ここはとにかくなんか元締めというかさ、本館というかでかいよね。で、公園はちょっと今子供たちがいるからやめとこう。ちょっとじゃあこれ一回や離脱します。すごいね、でもなんかこんな大きいと思わなかったわ。よいしょ。階段もさ、なんかすごい、なんかやってたら中入りたかったけど本日休館、残念。じゃあさ、めっちゃ怪しいな俺、こんな一人でカメラ持って一人でブツブツ喋ってた。瀬谷住宅地開発の日、この日は昭和5年に横浜貿易新報社、神奈川新聞かが、神奈川住宅地継承する。瀬谷住宅地、要塞みたいだね。面白い。これがさっき見てた階段のところだね。だからさっき私はあそこにいたっていうことだね。見下ろしてたところに今来ました。瀬谷第三公園っていうんだ。あー、そうね、やっぱもうこういうところでカメラを持って歩いてたのが普通だよね、歩いてるのが。ここ全然あのなんか恥ずかしくないわ。街中でさ、なんか街道沿いカメラ持って一人でなんか撮影してるのってちょっと恥ずかしいんだよ。結構吹っ切れるまでちょっとした時間がいるからね。で、ここはさっきの公園に続いていくいる階段。お、そしたらちょっとこの辺り回ってみようか。この辺から上上がっていけそうだな。ちょっと行ってみっか。この急だな。結構急だな。高低差すごいな。あ、にゃんこ、にゃ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 、おいで、おいで。すごい。結構急だ。相沢町内会、ほら、相沢第三町内会って相沢なの、ここ。お墓がある。これこっちか。ほら、会津坂じゃないよ。瀬谷三丁目だよ。瀬谷三丁目。あ、じゃあ、これあれか。ああ、はいはいはい、分かった分かった。あの、お肉屋さんのところで道だ、これ。お弁当屋さん。はい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 。なんか、かなりパンクなアパートが。やべえな、これ。高山荘だって。うわ、来てる来てるな。
メゾン一国みたい。ふうわ、やば。じゃあこれ横切って反対側行こっか。ちょっと渡ります、渡ります。こっち今反対側来ました。これね、これお肉屋さんね。でこの反対側の路地に今入って、こっちもこっちでさ、ああやべえな、またやべえ家があんのこれ。うわ、トタンだよ、波板。まあ、ちょっとここ私有地だからやべえな、やば。ところどころなんかいい感じの建物残ってんだね。うわ、大掃除中かなこれ。うわ、水が、あ、洗車してんだ。うわばばばばば、水が。またこれ路地で勝手に撮影とかして怪しいわ。これこれもさ、なんかなかなか、あ、副大院だこれ。あ、病院、副大院。おお、あ、いいじゃん、セアセンターチックだったな。でさ、なんかここさ、なんかちょっとした商店街みたいになってんだよね、恐ろしいことに。車が通る、ほら商店街みたいになってんだけど、ほらもうなんか麺屋さんがある、麺屋さん。あ、あ、年越しそばが売ってんだ。なるほど、ちょっとね、でこの先さ、あれがあんだよ、昔あったの、十字屋、スーパー、スーパー、懐かしいな。お、なんかすげえ家だなこれ、キッチンみたいじゃんこの家。なんだっけ、布団屋さん、布団屋さんだよねこれ。なんかあそこに畳屋さんもあるしさ、塚越布団店、布団屋さん。で、あ、もう あと跡地もなくなっちゃってんじゃん、もう家が建っちゃってるよ、十字屋。なるほど、あー残念、ここだよ、ここずっとスーパーだったんだよこれ。うわー残念だ。あー、ちょっともうここまで来ちゃうとあれだな、セアセンターの、セアセンターの城下町とかじゃなくなっちゃうな、ここだと。もうどうしようかな、ちょっとじゃあしょうがないな、こんなとこまで来ちゃったよ。これなんかおしゃれ、ここもさ、なんかこのアパートもなんか寮だった気がするんだけど、何かの会社の寮。なんかもうちょっと来ないと全然変わっちゃうんだね。朝霞ベーカリー、じゃあしょうがない、ちょっとじゃあ戻りながら、ブックオフ方面戻りながら
もうなん全然もうこれセアセンター関係なくなっちゃったじゃん。まあ面白いからいいけどさ、大休園っていうのかな、もう昔からあるねここ大休園、大休園一回だけ来たことある気がするんだよな。このスナックになってるし、これ厚生病院の裏だな。ああ。よし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 。今100円ローソンのところ、自転車屋さんとかのところだね。瀬谷4丁目の信号か。そしたらさ、カメラとかさ、売るんだったらカメラの北村で売ればよかったかな。ここってどうなってんだろう今。なんか基地局みたいになってんのかなまだ。でもなんかまだ動いてるっぽいな。でこの吉兆ね、この吉兆はあの星川に、星川あの保土ヶ谷警察16号のね、保土ヶ谷警察の前にも吉兆っていうお店があって、多分これ系列っていうか同じように同じ店だったと思うんだけど、どうなんだろう。 2,3 回入ったけどなんか変なおばあちゃんがやってたんだよね。でまだこれ建物まだ直してんじゃん。まだなんかやるつもりなのかね。でねここね、今このスマイル館って書いてあるとこ、これ昔ね屋台村だったんだよね。この中入るとなんか屋台のお店がずらってあって飲み屋だったな。おぉ、はるちゃん。そうそう、これ飲み屋だったんだよ。飲み屋。で、あの、昭和の時代、あの、よくある、あの、飲み屋なのに駐車場がついてるって、みんな車で来るっていうね。懐かしいよ。で、ビッグボーイもなくなっちゃったしね。ああ、だいぶ。歩いて疲れたな。どうしようかな。まだ1時間以上あるよ、査定終わるまで。やばくね、ここ。居酒屋。なんて書いたの？バッスル？バッスルだ。やってんのかな、ここ。ピンチン主家。ピンチン主家。あ、ここさ、あ、こうまずね、まずここあのなんだっけ、これこれこれ。ここが元ビッグボーイだったところでしょ。今オリーブの丘だって。でこの動物病院になっちゃったんだこれ。昔城南信用金庫だったの。今さ、城南信用金庫ってあの駅で瀬谷の駅前のイオンの2階に入ってるんだけどさ、あ、こんなになってんだ。はあ、瀬谷郵便局ね、本局で、この先にまた行くとセアセンターがあるっていう感じだね。どうかな、もうお腹いっぱいかな。このね、セアのアーバンドオイルも昔なんかあれは県営住宅なのかな、なんか長屋になっててさ、ボロッチでもうさ、ボットン便所でさ、あのトイレのところからなんか煙突が立ってんだよね。煙突っていうの、 L 字型の煙突みたいなのがあってさ、上に匂い消し、匂い消しの匂い逃がしみたいな、なんかね、それだけなんかすごい古い建物がずーっとバーって立ってたんだよ、ここ全体的に。それを全部取り壊して UR になっちゃった。はい、というわけでね、じゃあそろそろ
ちょっとまたブックオフ戻ります。最後までご覧いただいてありがとうございました。次回お邪魔するのはあなたの街かもしれません。それではまたお会いしましょう。さようなら。